餃子サイダーといちごカレーサイダー。なにこれ、チンチンペッパーチョコレート。すごい。今日は栃木の日光市に行きます。日光市に行って何をやりますか？日光東照宮に行きます。世界遺産のお寺、神社、お寺かな、お寺か神社。分かりました。今日これ村の走練習ね、みんな。ご主演長、ご主演長、お父さんも出しといただぞ。お父さんいろんなとこ行ってるのに全然落ちてもらえ。2時間ぐらいかかりますか？あ、2時間ぐらい。行ってきます。足も足も。日光市にある日光東照宮です。世界遺産に選ばれてて、ここはあんま広く見えなさそうだけど、中入るとすごい広がってて有名なスポットがたくさんあります。広いね、広い、僕のペッサールより広い。どういうことですかね。はい。はい。でも思ったより涼しい。風もたくさんあるし。チケットを買う並びがたくさん人がいますね。チケットいくらですか？これは1300円かな。1300円のチケット入ります。いるんじゃないですかね。今8時半過ぎたとこだけど。ああ。あつ。ほら、日光のお人形さん。まだ見えない。まだ見えないの。だって帰るって見えないからね。あ、見えた。眠ってった。眠ってたね。はい、ありがとうございます。これ自分で貼るんだ、多分。どうやって貼るの？テープじゃない？テープ両面。今から脈断です。やばいね。今日は栃木は34度まで上がる気温の予想ですけど、階段が見えてきた。やばいね。泣き竜というものを見に行きます。泣き竜は天井に竜が書いてあって、部屋の中で鐘を鳴らすと全体が竜の鳴き声のように聞こえます。汗かいて背中がびしょびしょです。よかった。私は自然の中にある。うん、何の発見？発見？読み方がわからないの。天狗の竹？
剣豪の滝。滝、剣豪の滝。正面でご覧になれます。かっこいい。ここが4枚。すごい。滝が目の前から見えます。下からも見えるんですが、ちょっと階段が怖いです。下元綺麗よ。本当に。本当嬉しい。なんかここはロシアの地下鉄みたいで。街はなんか箱根みたい感じで、観光客もたくさんいるし、ゲバと野菜のかき揚げたるそばを2つと、エビの湯葉巻天そば、エビ天そば。お母さんお父さんたちは湯葉天かき揚げ、湯葉天かき揚げ、いきます。出発だ。うん、綺麗だね。出てこないんですけど、あと右下をちょっと見てもらうと分かるんですが、透明度が11メーターの水なんです。水もすごく綺麗だと思います。4頭いるんですけどね、うちのギャラの払いが悪いので、グリーンガールもね、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に面白いウォーターでした。貸し切りウォーター10分ぐらいで終わっちゃいましたが、4人で6000円で面白かったです。お土産屋さんに来ました。
日光のお土産は何があるかちょっと見たいと思います。いちご超懐かしい。いちご飴だ。いちご飴。なんか日光は餃子が有名ですか。宇都宮が有名。宇都宮市が餃子が有名なところ。サービスエリアからこれがちょっと気になったんですが、540円で4袋。栃木県はいちごが有名で、いちごに関するお土産がたくさんあります。でも私はいちごが薬の味がするので、あんまりいちご関係のいちご系列のお土産とか食べ物はあんまり食べないです。何何？やばいのだった。餃子サイダーといちごカレーサイダー。なんでこれ？やばいくない？餃子サイダーって餃子の味するんだ。感じる。はい、何ですか？これが絹の清流っていう有名なお土産で、うん、一番美味しいと思う。おちんちんチョコレートです。これはおっぱいチョコレート。結構ボリュームがあるね、うん、いいねこれ。いいね。あ、餃子味、餃子の香りする。うん、餃子味、うん、本当に餃子味。どうして地域限定が分かった？